カスヤ・タケノリ、カスヤ・タケノリは、安土・桃山時代から、江戸時代にかけての武将、大名、静ヶ岳の七本屋里の一人、生は他に、カスヤ、カスヤ、カゾヤ、ガッシュヤなどとも記され、有名な名乗りとしては、カスヤ・マサオ、カスヤ・サネを、サネ、カツがある。他にも、スーセイ、ムネシュゲ、マコトヤス、ムネタなどタケノリの別名として伝わっているが、 年代によって違うことから、本人の名なのか子なのか混乱もある。か谷氏は、ハリマ国家小川城を拠点に、鎌倉時代から続く武家で、戦国時代には、別所氏の家臣であった。通説では、竹典は、A65 年、1562年に、ハリマの志村坊の子として生まれたとされる。母は、小寺聖職の妹で、この女性ははじめか谷町庭へと継ぎ、 朝忠氏、し、ともまさを産んだ後に離縁して、張馬黒人の志村氏と再化して、竹森を産んだ。その後、この夫とは死別したので、竹森を長男の朝まさに託した。かす氏の当主となっていた朝忠氏は、威府帝の竹森を、養帝として養育したという。この恩から竹森は、志村姓を捨てて、和ぞや、かすを名乗るようになったとする。一方で、竹森は、かすやのりとも、 現場上の次男であったとする遺説もある。また、関西重修諸家府は異なる系図を示して、竹典は、か谷忠康、兵庫助の四男の和正であるとし、弟は生きの子正忠だが、旗本となって存続したとしているが、これらは、駿河国や東東海国の人物であり、か谷氏の経歴とは、辻妻が合わず、関連は疑わしい。天正五年。 1577年の橋場秀吉の張り混ぜ目の時、別所長春に従って朝、ただしとその子である友院と共に、三木城に入ったが、小寺義隆の説得により退去して、加古川城に戻った。同年、竹森は、義隆の推挙により、橋場秀吉の故障頭となり、三木合戦に参戦した。その史上である野口城の攻略が竹森の初陣となる。さらに、 三木城の工房船では、三屋の上付城を守り、後意網の一翼を担った。一方、調整は三木の合戦の一戦である、平山合戦、天正七年二月六日、1579年3月2日で打ち死にしたので、天正八年、1580年に竹典が家督を相続した。その後も中国戦域に従軍していたと考えられるが、 天正十年六月二日、1582年六月二十一日に本能寺の変が起こると、竹森は、秀吉の中国大返しに従って、六月十三日の山崎の戦いに参加した。十月十五日には、大徳寺で行われた、織田信長の葬儀に陪審として参列した。天正年、年、の戦いでは、 竹森は、金の角取り紙の絵鶴の差し物の入れ立ちで、佐久間森政配家の宿屋七左衛門と槍を合わせた。宿屋七左衛門は、カラス田坂の南に踏みとどまって、桜井佐吉屋一と戦っていたが、佐吉が宿屋に切りつけられたところへ、竹森が突進して、佐吉を助け、七左衛門が槍を突き出したところで、竹森が一槍で突きしたという。こうして、 秀吉の面前の西の霧通し付近で奮戦して、武功を立てた武則は、福島正則や加藤清正ら、静ヶ家の七本槍と共に一番槍の少子が6月5日に渡され、8月1日、張馬国加古軍に2000国、河内国河内軍二0 0 0国など合わせて3000国余りを配慮した。天正12年、1584年の小牧、長久手の戦いでは、 神立手書から他の七本槍と共に、馬回り衆として、兵150名を率いて、本人を守っていたと考えられる。天正14年、1586年に、宝光寺大仏の作事奉行を務め、同年、十五位下内前世に除任された。天正15年、1587年の九州征伐にも、兵150名を動員して従軍しており、 同年3月には秀吉から加古川を軍勢が、滞りなくとかできるよう集められるだけの船の調達を命じられている。天正16年4月14日、1588年5月10日、御用税天皇の呪略大行行の際には、天皇の行列にぐぶしている。天正18年、1590年の小田原征伐にも、兵150名を動員して参加した。 なお、竹則はこれら天下統一に至るまでの戦役の、ほとんどで交尾として、秀吉の周囲を守るか、広報支援にあたっていた。天正19年、1591年には、大見国圏地部業となって、増田長森らと共に圏地を行っており、大見坂田郡にある秀吉の蔵に打ち、直轄領1万2千国の大官にも任じられていた。このほか、 大和国宇田においても現地奉行や秀吉の倉入地の大官を務めていたとされる。文禄元年、1592年の文禄の役では、目付として、片桐勝本らと共に200名の手勢を引き連れて、名古屋城へ出兵し、織田秀信の九番隊に属して、朝鮮に都会した。現地では、勝本らと共に、石田三成ら奉行衆の配下の五大官衆。 五子召集に位置づけられ、占領地の大官を担うものとされていたようである。それ以外にも、新城直忠らと共に、朝鮮人逃亡流民の帰境を促す訓令を発布するなどしたほか、陳寿城攻防戦に参加して活躍している。翌年、講和に向けた休戦に伴って帰国した。帰国後、文禄2年、1593年には治療に近い。 はりまみき軍の秀吉の蔵入地一万国の大官に任じられている。さらに実態ははっきりしないものの、中川秀でし法後の三木城歴代常番の一人としても、竹典ののが伝わっている。文禄三年、1五百九十四年には、伏見城の不審にも参加した。文禄四年、1五百九十五年に、豊臣秀でが失脚すると、秀でが、 高野山に出発するまでの間、伏見の竹則の屋敷に、秀デを軟禁したという。秀デ事件の直後の同年8月17日には、かつての静ヶ岳での選考を追悼すとの名目で、張馬国内にて六千国の画像を受け、加古川城主一万二千国の大名となった。慶長三年、1五百九十八年に、秀吉が死去すると、片見分けとして、 金子十枚を配慮した。慶長五年、千六百年、関ヶ原の戦いが起こると、三百六十名の兵を、率いた軍事派部行集を中心とした、石田三成法の西軍に加わり、同じ張間の木下信仁と共に、伏見城の戦いに参加した。さらに、関ヶ原の本戦では、浮北秀家隊に属して奮戦したと言われている、関ヶ原本戦の配置参照。 関ヶ原の戦いの戦後処理で火力を没収されて、回役された。晩年に関しても諸説あり、正確なことは分かっていない。竹典、宗隆高は、関ヶ原の戦いで回役されたが、後に許され、慶長七年、一六百二年に、旗本として召し抱えられ、五百国というおろくながら、徳川家臣となったという説もある。ある説では、 武則は隠居して子である八兵衛を立てて、加盟の存続を図ったが、慶長六年、1601年秋に、武則、宗隆、慶長七年、1602年春に八兵衛が死去したことにより、慶長七年九月十五日、1602年10月29日に上地を没収された。同年旧暦十月、十一月、駿が今川氏の家臣であったという弟。 カスヤ田島守る正規の子マサタだが、この時には徳川家に仕えていたので、この人物がカスヤ家を相続させて、五百国を配慮したという。他方で、加古川志氏によると、竹のりは、伏見にて、毒により文禄年間に死去しており、後を子である宗高が次、関ヶ原の戦いに西軍として参加したが、敗れたため改役された。慶長七年。 1602年に領地を1万2000国に回復したが、元羅元年、1615年大阪夏の陣にて、内死にしたという。なお、か須氏の菩提寺である、正明寺の寺木では、宗高は、元羅九年8月14日、1623年9月8日に死去したと記されている。また別の説では、慶長七年、1602年から慶長十五年。 1610年の間、竹のと八兵衛安長が備中国様式に入法したとも伝わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。